こんにちは、はるみつと申します。今回は100均アイテムを使ってこちらのおしゃれな CD ディスプレイを DIY していきます。賃貸でもできる簡単 DIY ですので、ぜひお気軽に真似してみてください。このチャンネルでは新卒社会人である僕の一人暮らしの部屋作りの様子やガジェット紹介、撮影の裏側の Vlog などを発信していますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本編に参りましょう。はい、それでは今回の購入品を紹介していきます。まず一つ目はこちら、ダイソーのインテリアウッドウォールバーでございます。まあ、今回の DIY は基本的にはこのインテリアウッドウォールバーを壁にいっぱいつけて、この上に CD を載せていきたいなっていうふうに考えています。はい、後ろはこんな感じですね。2箇所にフックがついているので、まあ、それを引っ掛ける感じでいきたいと思います。はい、お次がこちら、壁面のピンフックでございます。こちらもダイソーですね。このフックに3箇所穴が開いているので、そこにこのピンを刺していく感じで壁面にフックを取り付けれるものでございます。細いピンなので賃貸でも使えるっていうような感じになっていますね。で、耐荷重が5キロということで、まあ、CD 何枚か程度なら全然耐えれるかなっていう感じですね。はい、こちらもたくさん購入しました。はい、で最後がこちらですね、ウォールマウンタブル CD プレイヤーということで、まあ、この名前の通りなんですけれども、壁につけれる CD プレイヤーでございます。まあ、これも開けていきましょうか。はい、こんな感じで、まあ、一応ね、日本語の取扱説明書が入っているということで、はい、中身こんな感じで USB Type A で給電する方式になって、はい、一応ちゃんと AC アダプターついてて、この USB Type A の AC アダプターがあるので、まあ、この USB Type A から給電するっていう方式になっていますね。で、ここにボタンとかあって、で液晶もありますね。結構しっかりしてますね、これ。で、今ここにこういうのハマってるんですけど、ここに CD を取り付けていく感じですね。で、付属品がなんかすごいタブレットスタンドみたいなのがついてますね。はい、で、あとリモコンですね。リモコンついてるのすごいな。で、壁に取り付ける用のアダプターといいますか、マウントといいますかがついてますね。はい、木ネジとかピンが入ってますね。はい、それでは以上の3品を使って DIY していきたいと思います。はい、それでは実際にこのね、ピンフックの方をつけていきたいと思います。まあ、まずはこんな感じでウォールバーにマスキングテープとかでフックを固定します。その状態でさっきつけた印に従ってマスキングテープとかの仮止めできるような道具で仮止めしていきます。こんな感じですね。そしたらこの固定用パーツ、ピンを刺すパーツがあるんで、これをここにはめまして刺していきます。10円玉とかでグッと刺していきます。はい、こんな感じで両方つけれました。じゃあつけれたらこのマスキングテープをね、もう剥がしちゃいたいと思います。はい、こんな感じでウォールバーをつけることができました。ただ今ちょっとこれね、つけてみて分かったんですけれども、若干ね、こっちの方向に傾いてるんですよね。こんな感じで、この状態だとちょっとこれ乗せるのは怖いですね。だから何かこういう垂直な向きになるようにする工夫をしないといけなさそうです。はい、この斜めになってしまう問題を解決すべく、こんなアイテムをちょっと買ってみました。ダイソーのクッションスポンジってやつですね。これを後ろに貼ってみたら、まあ、ちょっと良くなるかなっていう見込みですね。はい、貼ってみたいと思います。この後ろのとこペタリと、あ、もしや悪くない。もう一個貼ってみます。あー、まあ改善はした悪くない気がするんで、この感じで、あー、まあいいや、うん、この感じでちょっとつけていきたいと思います。はい、ってなわけでこんな感じでウォールバー5つねつけれました。とりあえず、じゃあまあ実際つけれたんで CD を置いてみたいと思います。
はい、こんな感じですかね。あ、結構いい感じじゃないですかね。ってことでウォールバーと CD の配置がいい感じにいけたので、最後ね、このウォールマウンタブル CD プレイヤーをこの空いてるところ、ここの1マスに取り付けていきたいと思います。で、CD プレイヤーの付属品にこういうマウントがあるんですよね。このマウントをここにこんな風に取り付けて、で、このマウントにこう CD プレイヤーをつけるっていう感じで取り付けていきます。はい、というわけで CD プレイヤーをね、つけようとしたんですけど、このマウントね、こういう感じのマウントなんですけれども、木ネジとピンで留めれると思ってたんですよ。どうやらこれピンじゃなくて釘用の穴っぽくて、で、実際ここにちっちゃい穴はあるんですけれども、後ろ見ると何も開いてなくて、いや、これつまりここに釘を当ててトンカチでパワーで開けてくれっていうことだと思うんですよね。ただ、さすがにもうこの向こう側に人がいるんで、ここに向かって釘をね、ガンガンやるのはね、さすがに無理なんですよね。はい、なので、まあ、一応ね、このリスクもちょっと考えてたんで、とある対策品で CD プレイヤーをここにつけていきたいと思います。はい、というわけで秘密兵器を用意しました。それがこちらですね。壁美人でございます。ホッチキスで、壁にこのフックを取り付けることができるっていう商品でございますね。外しても穴が目立たないっていうことで、賃貸でもね、もう全然穴が目立たないんで使えますよっていうのが売りの商品でございます。はい、じゃあこんな感じで CD プレイヤーにこのマウントをつけた状態、こんな感じですね。マウントをつけた状態で、このマウントの後ろにマスキングテープを両面テープ状にして貼っています。で、この状態で CD プレイヤーをつけたい位置にまず合わせます。うわ、難しい、これむずい、これ。で、これで多分マウントがついてくれてるんで、このままこう、あ、いい感じ、めちゃくちゃ。で、こうやってマウントがついてくれたんで、このマウントが壁美人のフックにこういい感じにね、つくようにしたいので、この下の辺のこの真ん中の方にまずこうと、この辺とこの辺ですかね、みたいな感じで3箇所ね、マスキングテープを貼って、この下の辺の位置を記録しますと。そしたらこれを剥がしちゃいまして、こういう感じで仮に壁美人をちょっと合わせてみますと。で、そしたらもうちょうどね、さっきのこの中間のテープを挟むようにつければ結構いい感じになりそうなので、まあ、この感じでね、つけていきたいと思います。で、ここにね、薄いビニールがあるんですよね。ちょっと見えにくいと思うんですけど、全然ピント合わんけど、こういうビニールがあるんですよ。で、このビニールをここにはめ込むことができて、で、このビニールをこのホッチキスの針で留めていくと。じゃあここですね、いきますよ、せーの。あー、全然できん、びっくりした今。ちょっとめっちゃ難しいかも、これ。ちょっと刺さりが甘い気も。あ、でも押し込んだらいけますね。はい、つきました。意外といけるな。なんか斜めにするのがコツらしいんですけど、本当に斜めにしたらいけましたね。あ、いい感じ。結構硬いんかと思ったら意外とサクサク入りますね。おお。はい、上が刺さりました、まあ、この要領でね、この下の方とこっちもね、つけていきたいと思います。はい、こんな感じで壁美人をね、取り付けることができました。もうかなり強力で、もうがっちりくっついてますね。じゃあここにね、この CD プレイヤーを引っ掛けていきたいと思います。まずはこれを引っ掛けてこう。はい、こんな感じで CD プレイヤーが無事にくっつきました。では実際にこのここに CD を回してみたりとかして、このね、完成形を見ていきたいと思います。というわけで完成形をね、ちょっと振り返っていきたいと思うんですけれども、まずはもう全体的な外観としてね、かなりまとまりのある空間に仕上がってくれたかなと思います。
このね上の方の CD ディスプレイを作るに伴って、ここ下の方ね、あの棚の上のアイテムもちょっとね見直してみました。はい、これ上の方はね数はね、CD が5つに加えて CD プレイヤーが1つっていうような感じの構成にはなってるんですけれども、はい、で CD の置き方なんですけれども、僕が持ってる CD はこのウォールバーの溝にはまるような、分厚さではなかったので、この底の奥の方の角を若干引っ掛ける感じでこの溝に引っ掛けて、で壁に立てかけてるような感じになりますね。このディスプレイの最大のポイントっていうのは、あのただ見た目がねあのかっこいいってだけじゃなくて、ここからねあの CD をこうやって取り出して、こうやって入れ替えて、でここのディスクの色も変わったりして楽しめるっていうのがポイントですよね。まあ、なんというかちょっと不便な部分を楽しむというか、CD をいちいち入れ替えたりするとか、あとは CD なのでこのディスクに収録されてる曲しか聴けないみたいな、サブスクが普及してる今ではちょっと減ってしまった楽しみ方みたいなものをできるっていうところが個人的にはすごく魅力なのかなと思っています。でまあおまけですけれども、 CD をね置いてるアイテムがあるんですけれども、このアイテム何かっていうと、まあ、ちょっとこれね取り出してみるんですけれども、はい、これダイソーのめっちゃ普通の皿立てなんですよねであえてこれを斜めに配置して、でこの CD も斜めに入れることでなんかおしゃれアイテム風に見せることができるのではないかと思っています。はい、こんな感じで最後にポイントをねもう一つ紹介しておくと、まあ、このウォールバーねもう引っ掛けてるだけなんで気楽にね取ることができるんですよね。なのでこんな感じで別のアイテムをこうやって引っ掛けたりして、まあ、こんな風にねウォールバーを外して別のアイテムを引っ掛けてインテリアをいじることも簡単にできるっていうのがポイントですね。今結構思いつきでこのドライフラワー吊るすってアレンジやったんですけど、これめちゃめちゃいいですねはい、というわけで今回の DIY の完成形を振り返ってみました。というわけで今回はおしゃれな CD ディスプレイの DIY でした。 CD のジャケットってプロのアーティストが作ってるおしゃれなものばかりである一方で、なかなかねどうやって飾ればいいかわからなくて引き出しの中にね眠ってしまってるみたいな人が多いと思うんですよね。まあ、そんな方もねぜひ今回の動画を参考におしゃれに飾ってみてください。今回の動画を気に入ってくれた方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お楽しみに。さよなら。